一回開けます。できました。じゃじゃーんと、おいしい、おいしそう。 Hi guys! This is Kathakat and Haruan です。 And Haruan is a Japanese cooking, food and cooking YouTuber here in Japan. And this time, she's gonna make us a American dish, which what her image is of like real American food with the Japanese ingredients that we have here. So I'm looking forward to finding out what kind of dish she will make with us today. And in the meantime, I'm going to interview her too. So let's find out what kind of food she's going to make and let's do it. Yay! Yori ke YouTuber は基本的になんか気を使ってるところとかなんかありますか？気を使ってること、そうですね、衛生面と言いますか、やっぱ綺麗に、できるだけ綺麗に、清潔感を大事にやりたいなといつも思ってます。はい、で今なんか食べ物これも気をつけましょうみたいな、はい、ラーベルとかの話もすごいびっくりしたんですけど、これどういうことですか？なんかスーパーの場所、まあ、住所ですねが書いてあることが多いのでバレちゃったりとか。スーパーのなんかニックとかに住所が書いてあるんですね。です、ここのスーパーから、置いてますよみたいなラベルに書いちゃってるので、それを気をつけなきゃいけないのと、あと家の近くで買った場合家がバレちゃうじゃないですか。そうです、そうです。 あとそういうのがあるので結構気をつけなきゃいけないなとは思ってます。はい、個人情報がバレちゃう、まあ、写さなければね全然いいと思うんですけど、やっぱり個人情報は大事に。その料理系 YouTuber 始まったきっかけとかなんかあるんですか？もともと料理が好きで、小学生の頃からずっと料理をしてたんですけど、YouTube をやるってなった時に、じゃあ何にしようかなって考えて料理にしました。で、料理動画をずっと作り続けてます。でももうどれぐらいやってるんですか？チャンネルを始めたのは3年は過ぎましたね。料理自体は本当に小学生からやってるので、12考えても今18なので6年とか5、6年は、はい、過ぎてると思います。よろしくお願いします。そう、アメリカのイメージがテーマなので、はいはい、何の料理を作ってくれるんですか？今日はハンバーガーを作ろうと思います。プラス山盛りポテト、はい、なのでじゃがいも買ってきました。ハンバーガーにポテトにコーラみたいな、そんなイメージがあります。お、はい、じゃあどんなハンバーガーができるんでしょう、楽しみです。料理を作る YouTuber 的にはなんか料理だからこそ苦労してるところとかありますか？料理、そうですね、やっぱレシピを考えたりとか、どうやって作ろうかなって考えるのは、ぶつけ本番の時もあるんですけど、やっぱりレシピ考えるのは一苦労かもしれないです。自分で考えなくちゃいけない？そうですね、他の方のレシピで作ることもありますけど、私なりのレシピを紹介することもいっぱいあるので、何回も試作したりして、はい、同じプリンが1週間ちょっと作り続けたりとか、はい、毎食デザートプリンでしたなんか自分で研究したりってことですか？そうです、そうです、研究です。もっとどうしたらもっと美味しくなるかなとか考えながらやってます。そうですね、まあそういう時もあるっていう感じです。はい、なんかすごい細いんですね。そうですね、細くてカリカリにしたいのでちょっと細かめに切ります。もうスタートからちょっとアメリカから外れてるような気がするんですけどそうですよね、アメリカはなんとなくこう大きいですよね。でも、まあ、日本のジャガイモもちっちゃいしね、はい、そうなんですよね。あ、じゃあアメリカバージョンも作りますか？いや、いいんですよ、いいんですよ、自分のマイテイストで。あ、そうですか？春ワン風アメリカ料理でとにかく日本よりずっと山盛りにしたいと思います。ポテトを山盛りで盛りたいです。山盛り楽しみで、なんかその、はい、カットするときにも手の持ち方が独特で、はい、そうですね、なんて言うんですか？猫の手とか言ってますね。こう持つときにこうする、特にちっちゃい子は何だろう、もうすごいこうしなさいってすごい言われます。で、切れない包丁を使って、切れないよみたいな、それが日本の子どもの定番かなと思います。やりましたね。自分も勉強した時にその感じだったんですか？そうですね、ちっちゃい頃はそういう風にやってました。全然切れなかったですけどねこの音からの満足感が
半端ないです。いいですよね、シャキシャキ。自分が初めて作った料理覚えてますか？初めて作った料理、そうですね。でも私料理もしてたんですけど、意外とパンから入ったので、初めて焼いたパンなら覚えてます。アンパンとメロンパンと、なんかコーンパンみたいな感じだったんですけど。最初うまく引きました。うまくいきました？ええ、あ、全然焦げました。今から思うと発酵が足りなかったしとか、いろいろ全然ダメダメなんですけど、やっぱでも感動しましたね。あ、自分でパン焼けるんだと思ってびっくりしました。で、やっぱりその料理の好きなところは何ですか？はい、やっぱなんか自分で想像したものができると楽しかったりとか、うん、しますね。これが食べたいなと思って、あ、これが食べたかったって完璧にできた時は嬉しかったりとか、あと途中作ってる中でまあ失敗したりとかいろいろあるんですけど、その中でもこう工夫してもっといいものができたとか。なんか今すごいクリエイティブな人の考え方とすごく似てきた料理ってもすごい思ったんですよ。はい、いや、もう料理は技術とかなんか訓練しなきゃとか多分なんかいろいろあるとは思うんですけど、家庭で作る分には本当好きなように自分が作ればいいと思うので、誰でもできると思います。なんかクラフトみたいな感じと思ったんですよ。なんかあ、これを作りたいって、なんか絵とかこれ描きたいと思ってできたってかあってもあるし、あ、もうちょっと頑張りたいとのところもあるし、なんか似てるんですね。うん、そうだと思います。本当に全然気負ってやることはないと思います。料理 YouTuber ありあるある、料理 YouTuber あるあるありますか？料理 YouTuber あるあるは、そうですね、撮影時間が長いとかですかね。これ水につけたいと思います。なんかやっぱ水に今さらすんですけど、そういうちょっとの作りながら動画を撮るのでどうしても時間がかかっちゃいますね。で、私は結構簡単な料理を作ることが多いのですぐ終わるんですけど、結構もっとかかるよって方はいっぱいお話聞きますね。本格的にずっと料理してると2時間はすぐに過ぎますね。はい、編集も自分でやってます。わー、編集も自分でやると、さすが YouTuber、 ちゃんと自分でやってる YouTuber。 ありがとうございます。いいですね、応援します。ありがとうございます。でも、はい、自分でやってるんですよね。アングルとかカメラのアングルとかどうするんですか？私よりもずっと背が高い三脚を使ってカメラを置いて、一人でコロ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 アングル変えながら撮影してます。一台で？そうです、そうです。うわー、なので、あの、しょっちゅう多分これ今切ったらカメラアングル変えるんで、切ったら手洗ってアングル変えて手洗って、もうずっと手洗ってます。NEXT、 肉肉しく作りたいなってアメリカの勝手なイメージがあるので、今日はお肉こねても塩で練るだけにしようかなと。ちょっと固くなりそうですけど思います。塩とコショ？お塩、はい、そうですね、コショウも入れるかな。よし、できた。私は全く役に立ってないような気がする。いや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 、美味しく塩を入れてくれました。 YouTube 以外、はい、何をやってますか？ YouTube 以外ですもんね。基本生活が撮影と編集に追われているので。ですよね、わかる。ストレス発散も料理なんで。その日本でその時にみんなよく言うで、いい奥さんになりますねみたいな。あーね、絶対ならないと思いますね。何でも食べたいもの作ってあげるよとは思いませんね。自分が食べたいものを作る。すいません。でもそれでいいじゃないですか。もういいか、ね、私いいと思います。私は結婚します。あ、本当ですか？あ、じゃあぜひ。なんか毎日面白い新しいものが出てきそうなんで。うん、それも楽しいですよね。うん、準備はいいですか？まず深めのフライパンに油をめちゃめちゃたくさん入れます。入れます。あ、そうです、油が熱くなる前に入れちゃうんですか？そうです、そうです。なんでですか？あ、別に上がるんで。これでも OK なんで、跳ねると嫌なので、うんうんうん、先に入れちゃいます。こんな感じでポテトはもうこのままずっとほっとくだけです。海外の料理チャンネルも見てたりしてますか？あ、見ます見ます。海外の YouTuber の方もそうですし、海外の料理番組めちゃめちゃ好きです。はい、よく見てます。なんか面白い、これ面白いとかなんかありますか、海外ので？レイチェル・クーさんっていう料理家さんとかが好きで。そうです、あの、海外の料理番組って日本と違って全然、なんでしょう、アバウトな方もいっぱいいるし、おしゃれに
な料理番組が多いので見ててとても楽しいなと思います。あ、いただきます。縦がいいですね。薄く、めっちゃ薄くスライスしようかなと思います。アメリカのイメージは何ですか？アメリカのイメージ、そうですね、あ、でもあのアメリカといってもハワイにしか行ったことないんですけど、ハワイに行った時にあのレディーファーストに驚きました。私初めて外国行ったのがあのハワイで、え、なんで男の人譲ってくれんだろうみたいなあのエレベーターとかですね、うんうんうん、先降りてとか、なんかちょっとこう荷物持つよみたいな、なんでしょうね、あ、日本じゃないって思いましたね、その時に、はい、素敵と思って。あ、でもそれと反面厳しいなと思いました。なんか個人主義というか、ノー、ノーはノーみたいな何ですか、ダメなものはダメっていうのは結構はっきりしてるんだなと思いました。あ、確かにイエスとノーははっきりです。自分の思うことははっきり言うみたいな感じなのかなって思いました。イタリアかな、イタリアでバスに乗った時は本当に怖かったです。ちょっと席を間違えちゃって違うところに座ったら、目の前でトランプ大統領に似たおじさんにオーマイガーって言われて、すごい驚きました。なんで間違えたの、さっき言ったでしょみたいなこと言われて、いや間違えちゃったからしょうがないじゃんと思って、ちょっとイライラしました。あ、大変ちょっと優しく言ってよみたいなことは思いましたね。これからポテトを完成したので取り出します。怖くないもん油怖くないもん塩振って、ここで結構きつめに味付けるのがポイントだと勝手に思ってます。胡椒多めがすごい好きなので、サクサクの音してますね。そうですね、いい音です。よし、あ、こんな感じでいいですかね。はい、できました。ポテト完成です。どうですか、揚げたピッチ。俺が言ってた、出た、ちょっと大きいかな。結構お箸使うんですね。あー、そうかもしれないです。なんかお箸は半分手みたいな、日本人 にはなんかそう思うと思います。うわー、肉、肉、これはとんかつソースです。これはアメリカに買えない、買えないですかねちょっと日本独特かも。もう私ソースとケチャップの組み合わせが好きで、ちょっとソース入れます、日本バージョン。 OK、 ちょっとお肉に広げて、アメリカっぽいオレンジのチーズを乗せて、これで、これ閉まるかなこんな感じで丸ごといこうかなと。あ、落ちる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 、いい感じですかね。で、こんな感じでどうでしょうか。ドンドン、できました、じゃじゃーんと。おー、で、あとでお好みでマスタードとかつけてどうかなと思います。あ、で、あとは横に、あ、すいません、よいしょ。ぼーっとしてね。あ、なんかちょっと違う、ちょっと違うなんか刺した方がいいんですかね、何かね。なるほど、刺すんですね。パスタを刺そうと思います。で、うまく刺せるかわかんないんですけど、いけ、お、あ、いいですか、いけましたね。いいですかね、こんな感じで多分支えてくれると思います。おー、そしてもうちょっとポテト盛ります。この山盛りポテトが欲しいので、アメリカのイメージがとても強いので、なんかこうポテトとかだとこう立体的にふわっとこう乗せた方がおしゃれに美味しそうに見えるかなとは思ってます。じゃーって大きく大きく、うーほー、うわー、やっ、ドン、あ、いいですね。刺します。Oh!
いけるかな、いけるかな、いけたー、できました。ちょっと待ってね、完成でーす。ポテト気になる、いただきます。うん、うまい。あ、うんうんうん、低温の油でじっくり揚げるとじゃがいもの中まで火が通って美味しくなります。へえ。よし、無理ですよ。おおおいきます、いただきます。あー、うん、うん、美味しいですか。よかった、美味しい。肉汁と肉の味で、はいはい、そのレタスのサクの食感も最高で、はいはい、美味しい。美味しそう。すごい食べ方お上手ですね。いや、これから汚れあ、まあそうです、まあそうです。そのハンバーグでは綺麗に食べるのが最初、まずの一口です。はいはい。うん、おいしいです。ほんと、うんうんうん、あ、ケチャップちょっと足りなかった。私がっつり乗せたので大丈夫でした。大正解ですね。おいしいです。超肉肉しい感じがいいですね。じゃあ、はるわんさん、はい、ありがとうございました。ありがとうございました。出ました。でも実はここは終わりではなく、続きます。 The next one, we are gonna actually do a video on her channel. It is gonna be in Japanese, but you're gonna see us do sweets. なんか甘いものを食べたいと思います。はい。So this is gonna happen, and I'm gonna transform her into a Lolita as well. We're gonna... She has never worn it, so I'm looking forward to doing that to her. Be sure to check that out on her channel. The link is down below. And also, don't forget to leave a big like if you're new, and don't forget to subscribe. Bye! Bye.